D は今日来るって言ってたよ。エチに行ってみよう。あ、自動で行くわけじゃないんだ。ん？どうしようかな。まあまずは水やるか。これ回収できる。できるのか？回収できる？おお。茶葉を手に入れた。ちょっとレシピブックも考案してみようか。レモンティーか。あ、やっぱりレモンティーか。ちょっと、そうだな。お茶も作るか。レベル1で作れるんだもんな。地域によっては貴重なビタミン源。ほう。そうか。そういうことも考えられるか。さ、じゃあちょっと餌を追加して、回収して、撫でて。まあ、こういう流れは基本一緒だね。拾う。で、金も鳴らす。特になんもないと。蜂は二日に一回っていう感じなのね。あ、こんなところにあるのか。いやー、キノコ早めに気づいておけばよかったね。そうだな、どうしようかな。今日イベント二つ進みそうだけど。どうしようか。まあ、まずは、リーの方からするか。どんな反応だろうね。いいね。一応ちゃんと持ってるね。エビ餃子。済むのか？焦るんじゃない。こういう料理には時間をかけねえと。エビの蒸し餃子を渡す。うむ。うむ。美味しそうだ。食べてみて。きっと気に入るよ。見ただけでわかる。こんなに見た目の良い料理を食べなきゃならないなんて残念だ。料理を見る目があるね、リー。うん。なんだ。なんだってか。いや、なんでもない。食べてみよう。どうだった？こんな子見たことない。うんって感じ。お前たち、俺と一緒に都会来ないか。有名人にしてやるぜ。残念だけど、ここで農場を買うためのお金を全部使っちゃったんだ。そんなの大したことじゃねえ。とにかく俺は約束は守るところだ。覚悟しとけよ。この町には人が押し寄せるだろう。押し寄せる？本当ですか？駅長として感謝申し上げます。この二人に感謝してやんな。世間に二人のことを伝えないと。宝の持ち腐れだ。さて、そろそろ行くか。またな。お前たちはきっと忙しくなるぜ。これでおしまい。意外とシンプルだね。もう一回話してみようか。この料理のおかげで町は有名になるだろう。すごい腕だな。ああ、そうだ。女の子見てないか。ピンク色の髪の毛の。ここには私たちとウィリアムたちだけだよ。そうか。わかった。まあ、姫様だね。みんな頑張って働けば、カモメ町はまた昔みたいに栄えるはずだ。ねえ、ソロモン。丸いね、ソロモン。じゃあ、お茶を、お茶聞くのかな？機械ってお茶飲める。お茶を渡す。俺にくれんのか？いい色だ。新しい機械フルか。ウィラムに教えてもらったレシピだよ。いただこう。お飲んだ。何か思い出した？
思い出したぞ。ん？お前たちのせいだな、息子ども。この間抜きども、俺の機械振りにキムチを入れ。キムチか。親父、記憶が戻ったのか。親父、話を聞いてくれ。黙れ、お前たちクレーンで釣り上げてタコに食わせてやる。まずい、終わった。怒ってるみたいだね。ああ、もう一度手を貸してもらえないか。そうしてもらえると助かる。何を手を貸すんだ。ああ、駅を直さなくちゃいけないね。直ったら、直したらお客さんが増えるはず。おう、お前たちに会えるとは思わなかった。ここで何してんだ。何か修理が必要なもんがあんのか。駅を修理したいの。あ、別のイベントか。なるほど、俺たちに任せな。お代はいらねえよ。機械油の礼代わりだ。おい、お前ら、サボってんじゃないぞ。仕事に戻れ。ああ、そうだ、この町にはしばらくいるつもりだ。何か建設したいものがあればボードに書いておいてくれ。おお、材料は自分たちで集めてくれよ。何ができるんだ。クエストボン、カモメ駅。ほう、ん、お、カニが動いてる。手が建設工事を依頼したかったらクエストボードもいいな。うん、まあそれはさっきみたいサボってるわ。褒美だと思ってくれ。お、ん、何その、簡単なありがとな。親父は俺たちを絶対に揺らさないだろうな。キムチの話か。じゃあ次、お、あ、資材投入ってそういうこと。ほう、で、オッケー。カモメ駅を建設中。んー、次の日になるといろいろ行われるって感じかな。おー、そんな感じか。他には、まあカモメ駅だけだもんね。うん、じゃあ今日は何を探して買う。キャベツ買うか。4個。お、買えるね。トマト植えたっけ。トマト植えたような気がするな。よし、じゃあ今日もいつもの通りで卵も回収したり、まあここからはいつも通りの日常を普通に過ごすって感じかな。まあ次の日とかいろいろイベントあるだろうけど。あ、これは一つずつゆっくりって感じか。やって水もやって餌もやってで餌も回収。まあ効率のいい動きだね。餌も回収できる。でどうしようかな。斧とかレベルアップさせていく必要あるかどうか。まあいずれは何だろう。まあ今日はもうやむな。とりあえず木材とかいろいろ手に入れる日をするか。あと、もう、なんだっけ？その、キャベツみたいなのも売れたし。まあまあ、こんぐらいだったら全然問題ないね。まあ、手前も僕も、ね、木の回収量一緒かな。ちょっとそれも調査しないとね。
6と9、9ね、ここは。で、奥の水墨みたいなのは、水墨っていうかな。で、ここの木は、何個ゲットできるんだろう。枯れてるからな。こっち。まあそんな変わらんか。あっちだったらまあ。手前の木を刈ればいいだけだからね。というか今日あれは？あ、いたいたいた。エスカルゴ回収して。カタツムリだね。エスカルゴってついついいっちゃうね。で、レンコンは？レンコンは、はい、はい。カタツムリ。で、この池の中は、無限にできるのかな？ちょっとやってみる。カタツムリ入れると、お、家畜の餌を、お、無限にできるか？これ。なんだっけ、木材入れたら何入れる？石か。木材とあれは、互換性があるんだっけ？ああ。そうだね、木材入れたら石になって。あ、光ってたものが消えたな。あ、一日の上限ある感じかな。ああ。ちょっと勉強になったね。それってなんだっけ？それだけ？いろんな顔の表情を見せるの面白いけど。てか、植えたものを確認するってどう？ああ、お金ね。お茶も何か作れるんだ。それは知らんかった。何ができる？抹茶パウダー。ああ、抹茶ね。抹茶パウダーができたら、なんだろう。シンプルに、まあ抹茶だけしか作れない。あ、抹茶パウダーって、ん？初めてじゃないか、抹茶であの料理ができるのは。ちょっとやってみるか。一つやって、いくらになるか。抹茶ね。お茶を保存するために便利な方法として始まったが、お茶好きの間でもてはやされ、広まった。ああ。広まったらしいね。じゃあちょっとね、金額を見てみようか。まあ、行って帰ってくるのにちょうどいい時間だね。金額は、抹茶を作る方が高いのか、売る。60か。まあ、60、で、お茶は ?66 か。やっぱ春雨が一番か。なるほどね。今日は何があったっけ？米は置いてあったな。肉か、おか一つ。肉買うだけにしておこうかな。で、肉を買ったら、多分料理が一つ思いつくと思うんだけど。蜂蜜と鶏肉を、なんだろう。おー、手羽のグリルか。あ、まだ考案できる。焼き鳥か。茹で鶏、ほうほうほう。なるほどね。お茶は結構、一つで4
収穫できるから、なんだっけ、100だったっけ ?4。まあ、加工して60で、4、6、20。まあ、倍ぐらいのものはゲットできるのかな。まあ、じゃあ、今日も夕食食べていきましょうか。あ、しまった。やっぱ夕食食べた方が効率いいからね。で、料理何しようか。卵豆腐。芋ようか。おー、卵豆腐の方が効率良さそうだな。で、夕食にしていきましょう。これで、まあ、100近くか。夕食食べましょう。どのぐらい、ね、HP というか、行動力上げられるんだな。まあ、ああ、3人が引っ越した。カモメ駅は、明日完成する。楽しみだね。夜は15ぐらい回復してんのかな。なんかだんだんキノコが侵食されてるような気がする。マンが言ってたよ。駅の修理が今日にでも終わるって。行ってみようよ。もう行ってみようか。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。このチャンネルではゲーム実況動画をまったり配信していきますので、次の動画も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、高評価も押していただけると動画作りの励みになりますので、よろしくお願いします。ではそれでは。